皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もルールオブローズ遊んでいきましょう。さあ前回はひどい戦闘を乗り越えて一つ葉のクローバーの鍵を入手したところ、で今日ねまずそれを使いに行きます。でその前に一応ヒントこれ聞いとこうか。カカシの騎士、話を聞く。我が輩が知るところ、お前が貢いだ緑の蝶はあまりに汚く返された。お前がめでる古き友は縄で縛られ動きが取れぬ。縄を断ち切り思い出せ、古き友の名を思い出せ。友との絆を思い出せ、それが唯一の道しるべ。やっぱのワンちゃんか、古き友ということはやっぱりもともとつながりあったんだ、昔に。今のことじゃない。じゃあ行こうかね。しかしね、このゲーム戦闘がこれまあ難かったな、前回。これだからね。リーチもわからんしな。で、なんかこう、敵めっちゃちっちゃかったんだけど、下に刺さないしね。これ困ったな。で、再びあそこに戻んの？結構これ長いぞ。あ！何？不幸な少女の目の前には見知らぬ黒いコートのおじさんが立っていました。おじさんは静かに絵本を差し伸べています。今の地味にびっくりするわ。クローバー畑の絵本、ザ・クローバーフィールド。さらに読めと、また同人誌2冊目。これ何、クローバーかな、なんかねもげてんの、ポロッと。昔々あるところに不幸な少女がおりました。少女は幸せ探してクローバー畑へ。一つ葉のクローバー探したけれど道に落として見つからない。二つ葉のクローバー探したけれど影に隠れて見つからない。三つ葉のクローバー探したけれど魔女が隠して見つからない。四つ葉のクローバー探したけれど不幸な少女に見つけられない。これで終わり？なんだこれ？いないし、ジェニファーはクローバー畑の絵本を手に入れました。クローバーフィールド、映画でありますね。クローバーフィールドと続編の、テンクローバーフィールドレーンかな。確かの通りの名前だったはず、クローバーフィールド。これで、そっちね。そっち。で、これ開かなかったはず、確か。そうそう。なんとかクラスなんたらって書いてあるの。クラスしか読めない。この解像度。おいて、再びずっとそっち。他にこれ着替えてもないもんな、多分。こっちだっけ？ちょい待ってね。これ迷うんだよな、マジで。いや、あっちなんだよな。この真後ろ。こっちじゃない。こっち？あ、こっちか。なんだ、少年。こっから来た。なんだろう。何？なんかある？何してたっていうか。なんだこれ。あ、落書きね。ゾウさん。いや、これすげえな。奇妙なボタンがあります。いや、ちょ、待って、おっしゃった。左の底の、その、裂け目ね。おや？ここに来た時のあれか、ハサミね。で、多分これで取っていけるはず。あのハサミ。で、さらにハサミがあれば、ワンちゃんを解放させられるはず。よしよし。他はないかな。放送機材。
さまざまな放送動画が並べられています。あの声の主が使っていたことは間違いなさそうです。じゃあそうね、出て隣の部屋かな。いやーこれね、部屋がほんとこれごっちゃになるわ。こっから出て、こっちだったっけ。あ、そう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 、こっからスタートしたんだ、始まったんだ。こっからね、汚れ物の部屋、多分これ自分のことかな、汚れ物。よし。不幸な少女がハサミを調べると、ハサミは少女に言いました。礼はいらぬ、礼はいらぬ。縛られていた方が幸せかもしれぬ、苦しいかもしれぬ。哀れな子。なんだこいつ。ロープを断ち切ったハサミ、錆びています。ジェニファーは錆びたハサミを手に入れました。これってあの武器になんないかな。ちょっと待ってね、見てみよう。イクイップ、ああできないんだ、錆びたハサミ。これも装備できるんだったら敵をぶっ刺してね、破傷風にできるんだけど、錆びでだいぶ強いと思う。自分が死んでも多分後に敵も死ぬという。こっち、でこれこっからどっちだったっけ。こっからこっちではなくて、こっちこっちだったっけ。あ、そうですね、これいける。よしよし、ただねこれ途中で一回でも戦闘来ると終わるんだよな、ダメージで。よし、でまずワンちゃん、これを救う。錆びたハサミでユーズ。不幸な少女はハサミで縄をすっかり断ち切りました。かわいいね、ラブラドールかな。縄の縛りがすっかり取れた汚らしい犬はとても喜びましたけれども、汚らしい犬はその場を動こうとはしません。何かを欲しがるように少女の行動を待つように、じっと不幸な少女を見つめているだけでした。多分ここで手なずけるんじゃない、ほらねえ、ビーストテイマーだ。犬の首輪、ユーズ。よしよし、さあこれで仲間になった。ブラウンに命令する方法。カム命令。バツボタンを押すとブラウンはジェニファーのそばまで戻ってきます。ステイ命令。四角を押すとブラウンはその場で停止します。でファインド命令。ブラウンはアイテムの匂いをたどってくれます。ここに置かれている箱の匂いをたどってみましょう。これをどうすんの？まず、箱を。そうそう。ジェニファーはお菓子の空き箱を手に入れました。メニュー画面を開いて、ファインド登録した後に三角ボタンを押してください。なお、このアイテムはチュートレール中にはドロップできません。やってみようか。まず、アイテム開いて、でですね。お菓子の、そうそう、空き箱ね。これを、ファインド登録する。一番上ね、ファインド。見つける。よし。で、これで、この後で、待ってな。この後で、使うのかな？何も起こりません。あ、三角ね、すいません。これで、いけっつって、よし。
このようにファインドが成功すると隠れたアイテムが見つかります。よーし、行こう、いい子だよ。ジェニファーはビスケットを手に入れました。ビスケットを見つけました。これでお菓子の空き箱からつながる匂いがビスケットだと分かりました。メニューでお菓子の空き箱を選択するとファインドターゲットのハテナ表示がビスケットに埋まっていることが分かります。まだビスケットが近くにあるかもしれません。三角を押してファインドを続けてください。なるほどね、あのアイテムのつながりか。要はどう、他にある？お、ここにあった。よーし、さあビスケット。このように隠されたアイテムが近くにある限りファインドをして見つけることができます。続いてもう一度三角でファインドを実行してみてください。ない場合かな。この周辺にはすでにお菓子の空き箱からつながるアイテムはないようです。それを今ブラウンが動きで示してくれています。アイテムによっては匂いの強いもの弱いものが存在します。一度ファインドが失敗したアイテムでも場所を変えてもう一度ファインドを試してみると新たなアイテムへとつながっているかもしれません。ファインドターゲットの表示やブラウンの動きを見てファインドを活用してください。以上でファインドのテストは終わりです。いや、これだいぶ複雑そうに思えるんだけど、どうなんだろう。まず出ようか。よし、これさ、あの敵さ、この子にも噛み殺してもらった方が早いんじゃないの。こんなナイフ振るよりね、こんなほら見てないんだもん。さて、でこれでまっすぐ行ってこっちかな。まず隣はあれだ、家畜庫。まずこっちで鍵を使いに行こう。無事に使えるかな。とここの少女、ほらワンちゃんいるよ。どう思う、はあ、反応なしやだな、興味ないという。でなんかあるっぽいぞ。ビスケットどう？ん？あるの？なんだろう、ここにあるの？いやないよな。お菓子の空き箱、いやなくない？あんの？これはどうなんすかね。お、なんだろう、ここに来たけど。いや、これよくわからんな。なんだこれ。なんだこれ。あ、ファインド今ないんだ。なるほどね。じゃあ、ビスケット。これってどうなるのこれ。何が起こんの？ルック。アーモンド入りのビスケット。サクサク食感がやめられない。食べたら少しだけ元気が出そう。多分回復かな。じゃあ、使ってみようか。よし。でもね、これ体力の回復がよくわからん、マジで。で、これをさらにファインドもできるんだ。こうして、これ、どう？なんかあるかな？なんかクンクンしてる。あ、でもこれそっち行っちゃうんだ。そこに行きたいと。戻るんだね。うん、一応じゃあちょっと見とこうか。どんなアクションが待ってんのか。こっちっつってる。これは家畜庫だよね。そうそう、左舷家畜庫。何ここにビスケットあんの？ただビスケットからハテナマークなんかに3つあったんだよな。お、ナイス、ベーコン。なるほどね、食べ物か。でさらにファインド、まだなんかある。おそらく次、ウーゲンかな。行ってみようか。いや、拾い食いゲーか、これ。ベーコン食って、ビスケット食って。多分、ウーゲンに行くんじゃないの？あ、違うんだ。ここに行く。ちょっと待ってな。これがですね、
これなんだこれ。バックアップパーツルーム。設備室かな？備品室か。そうそう。予備機材室。ここになんかあんの？よし。なんだこれ。ワカメこれ。なにこれ。リボン。リボン？リボンとは。で、まだあんのこれ。まだあんな。割といっぱいあんぞ。困ったな。これ先に進めないじゃん。どこ？戻るとかなしよ。あ、でも戻るっぽいな。ちょっと戻りはいいかな。じゃあさすがに。待ってね。バツで。そう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 。戻して。リボン見ようか。リボンってなんだ？あ、で、もうこれアイテムいっぱいですね。ほら。ベーコンとリボン。リボン。可愛らしいリボン。じゃ、これおそらくガラクタか。ボックスかな？入れんの。と、ベーコン。ジューシーな味わいのベーコン。ワンちゃん大好き。ワンちゃん大好き。で、これを食べようか。待ってね。ユーズ。あ、ファインドになってんのか。まず、リムーブしてから、ユーズかな。ん？いや、食べらんないかな、これ。あ、これ体力もしかして満タンってこと？背の長さなのかな、多分。ですかね。なるほどね。そういうことか。で、アイテムこれ満タンなんだよな、どうしよう。今このまま行ってしまっていいのか。まあ、行くか。こっちだ。ほいて、ずーっとこっち、まっすぐ行って、この奥。何？いや、おばちゃんどっか行ったな。しかも効果音がね、思い切り格ゲーのヒット音っていう。ビシバシっていう。何されたの？客室ホール。さて、で、ここで、おばちゃんの帽子。ここでですね、アイテム。これドロップしようか。絶対に戻るという。錆びたハサミ、これいらないかな。ドロップ。Yes。よし。で、ゴミ箱に送って、あと、クローバー畑、この絵本。これもドロップかな？ Yes。となると、これもいらないか。リトルプリンセス。これもドロップして、ビスケット、ベーコン、リボン。まあ、一応持っとこうか。持ってる分には、ね、いつでも捨てられる。ジェニファーはマーサの帽子を手に入れました。魔女と呼ばれていた掃除のおばさんのもの。あ、彼女が魔女なんだ。で、それと、一つ葉の、そう。クローバーの鍵。これをユーズ。まずこっち。第二客室通路。これも通路か。こういうところ。ああ、これでここに来るんだ。ここがね、めちゃくちゃ多い。部屋の数。何？一個一個これ何？こう回れって。あ、そこに人いるわ。どれが開くか全然わからん。ほら。だってこの広がりよ、ほら。これよ？そっちも行ける、こっちも行ける。まあでも先にイベント発生させようか。何してんの？不幸な少女はだらしない王子様、ニコラと出会いました。
顔すら向けない王子様はだるそうに舌打ちした後、少女にこう言いました。 Why you? Go away! Go away! オイラは影、影なんだ。ジャパニーズ忍者かな。早くどっか行け。これで終わりかな。ちょっと見とこうか、他に。舌打ちね。なんかね、人間の行動の中でも特に不快感を生む行動らしいよ、舌打ち。他の人にストレスになるっていう。舌打ちと貧乏ゆすりかな。あと、ま、ため息とかね。ここら辺、これ全く開きませんね。13。12。いや、でもさ、貧乏ゆすりってネーミング考えた人ね、すごいと思うんだよな。あれ、いつぐらいからあるんだろう、貧乏ゆすりっていうネーミング。あれだってさ、多分ガチの金持ちの人ってやんないもんね。いや、ここも広いんだよな。どうしようかな、これ。もうちょい先に行ってみるか、ラウンジ。多分客室さんもこれ開かないっしょ。あ、ですね。で、これがラウンジかな、こっち。これも開かないんだ。あ、そう。困るな。これ20番。21。ニコラ。なんか知らないかな。情報持ってないか。何してんこれ。オイラは影、影なんだ。こっちも多分これいけないってこと？あ、だよね。さて、となると、どうしよう。他にこれどこ行く？こっち。あ、これすいません。さっき言ったわ。もう何もないよね。この近辺。ニコラ。17。どう？なんかアイテムあるわけでもない。16。これもない。早くどっか行け。あ、なに？なにこれ？床にこんな落っこってた。いびつな一つばの鍵。何かが足りません。今これ落ちてた。さあ、これでいびつな鍵は二つばの鍵になりました。ジェニファーは二つばの鍵を手に入れました。今これ落っこってた。全く見えなかった。なんか適当にこうボタン連打しながら歩いていたら拾いましたね。じゃあこれで再び戻って使っていける。こっち。今のは危なかった。普通に見逃すとこだった。これで二つ葉。こっち。で、帽子ちょっと待ってね。二つ葉のクローバー。ここで、二つ葉。よし。これをユーズ。さて、これが何？第一客室通路。こういうところ。ここもこれだいぶ人多いよ。と、下のところ。カフェテリア。こっちかな？カフェテリア。ちょっと待ってね。今これどっから来たんだ？すいません。ちょっと見せてね。多分これこっから来たのかな？いや、すいません。違うわ。この上の部屋か。そっから来て、左行くと、こっちね。あ、こう繋がってんだね。で、カフェテリア。あと、そっちらへんかな。部屋がとにかく多い。ああ、で、こう、通行止めになってんだ。なんだ、これ。これ、開くんだ。クララ。9号室。
暗っ。え、何？全く見えない。なんだこれ。真っ暗すぎる。何？何にも見えない。あの、出口さん見えない。こっちかな？なんだこれ。出口、出口。よし。今のこれなんだろう。どっかに電気あった？いや、ないよね。と、カフェテリア。食堂。ここはね、これ結構暗いぞ。女性の絵かな？で、ここに、セーブとゴミ箱。一応じゃあセーブしようか。と、その前に話を聞こう。我が輩が知るところ、蝶を探すが見つからず、今や何も見えはせぬ。しかし案ずることはない。お前は絆を取り戻し、役立つしもべがそばにいる。蝶なら蝶、鍵なら鍵、類する者はつながりを持ち、離れ離れも地にもない。お前の友は鼻が利く、それが唯一の道しるべ。ファインドか、ファインドを使いなさいと。で、ちょっと待ってね。その前に、鍵をぶち込んでおこう。ここで、この、二つ葉の鍵と一つ葉の鍵。これ入れて、あーでもね、これファインドターゲットっていう風になってる。何か見つかるのか、これ。と、ですね。ベーコン。いや、ビスケットかな。と、リボン。リボン今使う？これ。まあでも、5マス空いてる。お菓子の空き箱。ビスケット。これも今ぶっちゃけいらないかな。まあでも、ファインドしてれば見つかるってことか。リボンかな。これ預けて、こういう感じかな。よし。で、セーブする。頼みの綱ワンちゃんか。何を探してくれるか。今のところやっぱり帽子かな。あのおばちゃんの。さあ、カフェテリア。ここら辺はなんかあるかな。キーアイテム。いや、でもさっきみたいにポロッと置いてるとこれほんと困るね。多分光ってなかったよね、さっきの。地面の。ここら辺一体何もなし。と、新聞かな？これもインタラクトできない。で、これはわかる。光ってる。果物ナイフ、よし。多分武器です。これはぜひとも装備する。果物ナイフ、よし。まずルック。これですね。果物用のナイフ。それでも先は鋭いので危険です。だがそれがいい。危険なのが身を守る。よし。となると、もうフォークはこれゴミになったってことかな。これをドロップ。よし。で、落っことして、こっから、あ、これあれかな。エレベーターっぽいやつ。料理用の。あとね、この部屋。これ意外と、こっからもう出ていけないんだ。果物ナイフ。これ取って終わりかな。ですかね。他に何もない。